リミットレスビッドは日本生産の競争場、シュボバ。主な価値倉に2006年と2007年の東京ズキと兵庫ゴールドトロフィー、2006年のガーネットステークス及びネギシステークス、2007年の黒船賞、2008年の先玉杯、2001年12月9日、阪神競馬場での2歳新馬戦でデビューし、2着。 折り返しの新馬戦も2着の後休養に入り、3歳初戦の阪神競馬場での未勝利戦を勝って、3戦目で初勝利を挙げる。500万下条件戦で2戦した後再び休養に入り、4歳児の5月に復帰。復帰初戦は11着に終わったものの、短距離路線にシフトした復帰2戦目以降は、上位争いに加わって5戦3勝の成績を残す。 2003年10月の未部特別を勝った後1年、近い休養に入り、翌2004年9月に復帰。復帰初戦を発着の後続く中秋特別で5勝目を、上げて1600万下クラスに上がり、2000の後11月、京都競馬場のオープン特別、アンドロメダステークスに格上挑戦で出走し、ギャラントアローを下して、オープンクラス入りを果たす。 重傷初出走となった CBC 賞でもプレジャスカフェの3着に入ったが2005年の初戦となったシルクロードステークス4着の後骨折し休養を余儀なくされる。秋に復帰して短距離のオープン特別鬼走の後7歳初戦かつ久しぶりのダート戦となるガーネットステークスでは外からシルバー Z を差し切って重傷を初めて制した。 地層のネギシステークスでも外から先行馬を指しつつ、追い込んできた大気エニグマを2馬身差し押さえて、重賞を連勝。その後しばらくは芝、ダート問わず、短距離重賞を走り、CBC 賞でシーズ投賞の3着などの成績を残す。秋に入り、セントールステークス4着を経て、出走の東京ズキでシーキングザベストを半馬審査を抑えて、重賞3勝目。 JBC マイル3着、芝野慶繁杯でも4着とした後、12月の兵庫、ゴールドトロフィーでは先行して押し切り、重賞4勝目を挙げた。8歳となった2007年は、ハンデキャップ重量発表後の兵庫ゴールドトロフィーの勝利で、負担金量が加算された、ガーネットステークスで2着となった後、2000挟んで3月の黒船賞で日本ピロサートに3馬審査をつけて、 重賞5勝目を挙げる。続く6戦もダート重賞、ダートグレード競争に使われて、東京坂月と兵庫ゴールドトロフィーを連覇し、JRA の競争でも、プロキオンステークスで2着に入った。9歳となった2008年は、初めの3戦は3着以内に入らなかったものの、5月の柿椿記念で2着と盛り返し、続く先玉杯を勝って、重賞8勝目。 9歳での勝利は、先玉杯優勝馬の中でも最高齢記録であった。その後は、兵庫ゴールドトロフィーで2008年に3着、2009年に2着の成績を上げたほか、2009年の柿椿記念、サマーチャンピオン及び JBC スプリントで3着の成績を残すも新たな勝ち星を上げるには至らず、2010年の 東京スプリント7着が最後の競馬となって4月9日付で競争馬登録を抹消された。以下の内容は、ジャビスサーチ、netkeiba.com、地方競馬全国協会に基づく。引退後は、種ボバとなることが発表され、2011年1月に韓国に輸出された。韓国ではシンジケートが結成され安定した。 種付け頭数を確保していたが2016年に体調を崩し2017年と2018年は種付け頭数を制限しつつ共用されていたが2018年に19歳で死亡した高い下に2018年のコリアンオークスで3区のスペシャルストーンが優勝して同じく3区のソウリビオルが三着に入り9月の軽機動地自敗ではソウリビオルとスペシャルストーンが ワンツーフィニッシュを記録した。ありがとうございます。